とちりましたね <laughs>、えー、FM ワン番号機の皆さんこんにちは4月も26日になりました、えー、午後2時を全国的に回ったところなんですが、えー、どうぞ火曜ダイヤル797人に歌あり歴史ありお付き合いくださいますようによろしくお願いをいたしますさあ今日はスタジオに インターネットでご覧になっている方、まあお顔拝見できると思うんですが、素敵なレディーの方々お二人をお迎えをしております。自己紹介をしてもらいたいと思いますね。さあどうぞ私の隣が。あ、皆様こんにちは。私加山小江と申します。よろしくお願いいたします。加山小江さんです。一、えー、年二年前？何年前？ 2年ちょいぐらいになりますね。ここは開局して3年間なだ,だよね。まだですね。まだ。から開局して時期だったと思うんですよね。そうですね。11月、えー、11、うん、月1日が開局でしたからね。えええー、一度スタジオにまあゲストで出てくださっております。はい、そしてもうお一方、どうぞ。はい、はじめまして。 人に歌あり、歴史あり、お聞きの皆さん、はじめまして。宜野湾市永田から参りました、変な梨香子と申します。よろしくお願いいたします。変な、さんの変なというは、以上、はい、平安なと書いて。平安なと書いて、変な,変なという意味なんですね。はい。あ,あ、永田、え、どう、お、お住まい、永田?。はい、宜野湾市永田です。あ,あ、そ、近くですね。そうです。はい。そうですか?。どうぞ、今日は、一つよろしくお願します、ね。はい、よろしくお願いいたします。お願い,いたします。 さて、えー、まあ、四月入って、市民の時期になっているんですが。加山さんのとこはどうでした市民。ーーあ、これからなんです。おはい。へなさん、どうでしょう。あ、実はですね、去年うちの母が亡くなりまして。あらあら今年は、ちょっと市民の方は、ないそうです。あ、そうですか。はい、お盆はやるんですよね。そうですね。ねみいぼん、みいぼって言うんですか。み、はいぼんですね。うんうん、あ、そうですか。 えー、日頃どんな活動をされてるんですか変なさんは。活動っていいますと、はい、ただ気楽に踊ったり歌ったりはい歌ったり踊ったり,たり大好きですから踊りもやっているんですか踊りって言っても趣味の範囲ないですよ自分が楽しければすべていいっていう考えでやっておりますので、うん。<laughs> いや例えばリューブととかかニチ基本は一応4歳からリュウブは歌えて踊ってるんですけどほうほうもう高校ぐらいからはもうほとんどまともな踊りはしてないですあとそうですおうでも自己流で楽しむ程度踊るっていうのはすごいねいやいやただバカなだけだと思いますがイベントなんかで踊ったりしてそうですねはい歌もイベントで歌ったりしてます 歌いますよ。あ,あ,あの歌はですね、あの前若い頃はバンドを結成してたり、ほうほうで今だとちょっとしたあのチャリティーのコンサートで歌ったり、はい、ちょっと市内のライブで歌ったりとか、ほうほうもうただ本当と遊びです。今日生歌歌ってもらえばよかったね、今井さんね。どう<や> <laughs> もございます。<laughs> そうですか。加、えー、山さんはあどうですか。歌はこの頃は。 そうですねちょっと遠ざかったはおりますけども、うん、やはり好きなだけにあってで昨日も砂川さんにお電話の方であで励ましてくれた言葉を思い出して、はい、あ今からやっぱり頑張っていこうという気持ちになって昨日は眠りが良かったでですすそうか <laughs> まあ、ね、一旦こう歌い合った人というのは、ね、やっぱり止まっちゃいかないと思うんですね。 でそこの毎日歌ってないと声が出なくなるんですよね。若い頃はまは10代、20代、30代の頃はそうでもないんですが、えーまあまあ、年齢は言いませんが <laughs> <laughs> 私も年齢言いませんがあのだから放送すると前日、1日前とか2日前なるべく私もカラオケ行くようにしているんですよ。 昨日今日は行ってませんが、おととい行ったんですかな、僕は。それで、声が重く感じるんですよね、声が重く感じて、なかなかスムーズに出ないという、まあ、そういう年頃になったということなんですね、<laughs> <laughs> 年頃は年頃でもね代、えー、ハイティンローティーンじゃなくて、もう今もう超高齢者 <laughs> ですから、私は。いや,いや,いや、えー、本当あの、声出にくくなりますね。だから なるべく、ね、あの一人カラオケよく行くんですよ、うん、あ行ってあの20曲ぐらいね連続してバーッと歌って、うんえー、そうすると声の出が翌日はまあ少しは良くなるんですよね、うん、だから香山さんにもね、まあ、若い頃歌を歌っていたということはまあ教えてもらって分かってますからでそれをほっとくとね大体もうほんと声が出なくなってしまうんですよ。 もう歌を忘れたカナリアではなくてもう本当声が出なくなってしまうんですよねそれでねそれからあの県内で歌手活動をやってる方が CD デビューした方々がこの頃歌を歌わなくなったというでしょそれからまた何とかデビューさせてみたいなと思う方もねえ何人かおってあの遠慮して歌わないんですよ。 CD デビューしよよううといい意欲がな,くな,るないんですよねそれで「はい」「壊れてるうちが花ですよ」「80になったらあなた CD デビューしてて誰も言わなくなりますよ」って僕言うんですよ半分が脅しですけどね <laughs> <laughs> そんなこんなでやっぱり声を出すということは非常に大事なことだと思うんですねそうですねで加山さんはあまあ以前ずっとね えー、その教室に通って練習していたんですが、はい、それやらなくなってもう長いでしょうはいちょっともう言いたくないですね <laughs> <laughs> まあ60年70年とは言いませんが <laughs> 言いませんがね、えー、カラオことはありますかそうですねプライベートでまあ月に12回の程度ですね今のところ<ー>はいそれは少ないな 週に12<う>回にしないといけませんねそうですね <laughs>、はい、それを目指しておるんですけども、あのー、やっぱりこう先週,先週のね先週のゲストの方々は宜野湾市老人福祉センターのカラオケサークルのメンバーの方々だったんですよね。それでねね、えー、相方パーソナリティの、ねえー、宮城しーちゃんさんが、はい 本をわざわざ買ったと言ってね、歌を歌うということがどれだけ健康にいいかという本をね、これわざわざ買ってきて、抜粋してまあ朗読をしてくれたんですね。で、そのおしーちゃんさんが言うまでもなく、病院でね、この頃歌を歌わせる、デイサービスがそうでしょ、発声させる、声を出させる、笑わせる、これが一番の効果があるということで、今その病院でもね、あちこちの病院でもそういうふうな あ歌を取り入れてやってるというところがだんだん増えてきているんですよね。はい、さあ変なさん今日はお二人のね、えー、お話伺いながらリクエスト曲を、はい、聞いて、えー、それをまあ放送していこうと思ってるんですが、はいえー、川中美幸さんの「何でしたやらずの雨」ですねねやらずの雨、ねえー、今11分ですね。 さあ、それじゃそのまず一曲目、えー、リクエスト曲をお届けしたいと思います。変なリカさんのリクエスト。川川中美幸さんのあやらずのね。あ、ちょっと待ってください。そういえば川中美幸さん母の日に沖縄に来ますね。あ、そうなんですか。うん、うん。来ますね<は>、えー。中部の方に来るみたいですよ。そうなんですか、ねはい。初めてじゃないかな。どうでしょう。いや、私宜野湾市の市民会館で見た覚えがありますね。えー そうですね十何年も前だと思いますけどもああそうですか、はい、あ知らないの僕だけださあそれじゃあ今西さんその川中美幸さんの「やらずの雨」お願いしますね。 あらこれは千秋直美じゃない。いちょっと止めてください。止めてください。やらずの雨違ってますね。うわ、ごめんなさい。これ中、中身が違ってます。CD 違ってます。<laughs> はいえー、大変申し訳ありません。えー、そこで訂正しますあの。お手拍子という歌を歌っている石川津也子さん、えー、ご存知加山、はいはい、さんご存知ですよね。へん、はいえー、なさんご存知ですか分からない。はいそそれじゃあその わ、ねえー、からない石川津也子さんの「お手拍子」という歌をね <laughs>、はい、チェンジしてお願いしましょうこの方はえー、っとね3週間前かなに、えー、しーちゃんさんが交渉してね、はい、ゲストに出てもらったんですよ、はい、OK かなはいさあそれじゃその石川津也子さんの歌で「お手拍子」という賑やかな歌ですお願いしますどうぞ。 火曜ダイヤル797人に歌あり歴史あり4月26日の今日はですね香山さんと変なさんのお二人をスタジオにお招きをしてお届けをしておりますさあ、えー、変なさんはい、はいえー、ごめんなさいねそのやらずの雨 CD のジャケットと中身が違ってましたごめんなさいね大変申し訳ありません <laughs> さて、えー、今度は加山さんにお話伺いますが、はい、放送に対して何て言うんでしょうかね、まあ、歌,歌に対してはもう興味もちろんある,あるでしょうけど、はい、こうやって放送なんかに関してア,アナウンサーとか、えー、パーソナリティというのに興味がありますかあ,ありますね。ありますか えー、今 <laughs> ずっと言葉はことを <laughs> まあ急に振られてもねでもあのおこの FM 局今ね沖縄県内で19曲でしたかね<局>今西さん、はい、ね最近よらばる曲ができたんだよね <laughs> そうですねそれで19曲目、うん、都はもちろんあります八重山石垣もありますけどねだからあの チャンネルこのダイヤル合わせるのれなかなか大変だと思うんですよね。だから聞きたくてもなかなかあの分かんないというリスナーの声があるんですよね。はい、<laughs> まあ,あ結構19この県内で19曲ってどうだろうかねほんの全国的に見てどうでしょうね多い方じゃないかかなり多いですね。ねはい、と思いますよね。 まあ、沖縄の人たちは、えー、全国で一番ラジオ好きな人たちだそうですからね、まあ、それも、まあ、いいことだと思いますがこの FM 曲を通じて、まあえー、郷土の,その民謡とかねそういった歌を、はい、おご紹介していくっていうのは非常にいいことだと思うんでね加山さんも挑戦してみてくださいあ,、ね、ありがとうございます、はい、どうぞ、えー、ぜひ挑戦してね、えー、FM ギノマンでも結構だし nhk でも結構ですから、<laughs> <laughs> 飛び越えて nhk です。<laughs> 頑張ってみてくださいよ。<laughs> さあ、そこでリクエスト曲北島三郎、北島三郎さんの箱根の女この曲行きましょうね。さあ、お願いしましょう。どうぞ。 高山さん、はい、すごい歌だねこれね。そうですね。なんか思い出あります？いやなんか幼い頃なんかラジオで聞いた声がある歌なんですけど。ほうほう幼い頃ね。えー、え二、ー、十、えー、年前ぐらいですかね。そうですね。<laughs> いやサブちゃんのこの歌は、まああのえてしてこういった恋に関する歌あにはあんまり。 えー、サブちゃんの歌い方向いてないのかなと思ったりすることもあるんですけどねまあ男の歌が似合うのかなと思ったりするんですが、うん、これ聞いてるとなかなかかいいですね,ですね箱根、えー、その箱根辺りを今走ってる人がいるのかなコメント届いてます はいシ、はいえー、プリームさんからコメント届いてます砂川さん、えー、美人なゲストさんこんにちははいこんにちは先週に引き続きスタジオは賑やかですねありがとうございます今日の東京は風もさや,やかないい天気ですほほ今から車の運転がありますので音声で楽しみますということですあ このシフリムさんって、ね、方はね、はい、東京でねずっと毎週もう本当に真面目に聞いてくださってんです,です、ね、あの先々週ですかコメント来たんだけど、はい、それ紹介してなかったんだよねあそうですね,ね先々週何の特集でしたっけえっとね えー、藤あやこさんじゃなかった、誰だった,っだったかな。うんうん、その曲があのー、声がとっても素敵ですね、はい、というコメ,いいコメントでしたね。もしあれだ、もしよかったら、出せるんだったら、出しといて、はい、あの紹介してもらいましょうかね。はい、はい、それから、今んとこシュプリームさんそうですね。え。 ノノノカのホタルさんまだですか？ね、<laughs> 聞いてらっしゃいましたら今日聞いてコメントお待ちしてます。トロンボンさんじゃなかった？銀のトロンボンさん。銀のトロンボンさん、えー、聞いてましたらどうぞお感想でも何でもいいですから。えー、いつかね遊びに来てくれるといいんだよな。本当ですね。ねえ、前からそういうこの方はね音楽にも歌に関して歌謡曲に関しての造形がものすごく深いんですよ。うん。でコメントもねバンバン送ってくれるしね。 だからあまあスタジオにいつか入ってもらって会話談義でもしてみましょうかなと思ってるんですけどね。はい、えー、よろしくお願いします。シュプリームさんどうぞ運転気をつけて十分気をつけてくださいよ。ありがとうございました。さて、えー、変なリカさん、はい、今度はあなたのお話を伺いましょうかね。はい。もともと長田にお住まいなんで生まれもそうなんですか。 <laughs> 半分やんばるですほ半分と言いますと <laughs> 結婚するまではやんばるであのあの高校までがやんばるで、はい、あの大学がお帰国だったのでもうやんばるよりこちら議論の方が長いですでしょうね、はい、高校生の時は1718歳よりは、はい うん、いいですね <laughs> でもまだしっかりなまれいい <laughs> あった方がいいですよなまれあった方がいいですよ例えばアナウンサーというとね、はい、これはもう正式な東京弁発音ねばっちりしないといけませんがパーソナリティはねやっぱ僕なまった方がいいとなまった方がいいというのか <laughs> まあまってもいいと僕は思ってるんですよだから私のようなものでも パーソナリティができるんだと僕思ってるんですけどねその鉛というまあまさにまさにその土地の鉛これを持ってるということは非常に大事なことだと思うんですねも砂川さんありがとうございます物は言い,い,い,い方ですねいやいやいや本当そう思う <laughs> でも私ヤンバルの人が聞いても,もびっくりしますよ何<が>なんかちゃんぽんなってるみたい<ん>ヤンバルの人でもなんか違和感のあるヤンバル言葉になってるような気がする <laughs> <laughs> それだけやっぱり 愛情深くこうう、ね、育んでくれた自分の故郷をね、うん、体に染み付いているということでしょうね。うん、ありがとうございます。はい、<laughs> そういうことにしましょう。はいはいはい。はいはい、<laughs> さて、えー、時刻は二時半を二十八秒九秒ほど回ったところですが、三曲目いきましょうかね。今度はね、はい、私から皆さんに、ね、送る歌にしましょうかね。龍、えー、哲也さん、えー、ね。 視覚にちょっと障害があって残念なことにもうお亡くなりになってしまったんですがえちょうどね母の日にねえ車の繁和会館だったのかなそこで講演をしてお帰りになってでその後で僕たちがお招きしたいなと思って電話入れたんですよ。そしたら 女性の方が出てね、はい、先生今ね西洋中なんですとおっしゃるんですよええってびっくりしましたね<ー>そしたらそれからしばらくして亡くなってしまったんですよまあこの方もったいない自分でこの作詞作曲自分でやるんですよね、うん、あの私の持ってるシートもそうなんですが非常にあの,のぶとい声でね、うんえー、ああ、えー、なんだあー愛秀の高山とかね えー、いろんな歌を歌っている紬の人とかね歌ってるんです今日はね「お吉」という歌を聴いてもらいたいと思います。これは加山さん「はい、えー、東神お吉」の物語、まあ、映画や芝居芝居見たくないでしょうが、まあ、知ってますよ本読んだりしてね東神お吉の話そうですね、まあ、ほんの少しですけど勉強させてもらいました。はいええええ へなさんどうですか全く知らないですそうですすそうか <laughs>、はい、大きな違いですね。お吉の歌は何曲か僕は知ってるんだけど6曲六人ぐらい歌ってるのがいるかな。それで最初は天津羽衣さんという方がずっともう何十年前の歌なんですけどねこの方が歌ったのが第一号だと思います。でそれから あ島津さん最近ではね島津綾さんとかねそれから笹緑さんとかね、えー、それから何ですか岸壁の母のあ双葉百合子さんとかね,ねこういった方々が歌ってるんですが、はい、今日はねその竜哲也さんが作詞作曲した「お吉」という歌をお聴きいいだきたいと思いますがお吉さんは、えー、本名斎藤吉というんだそうです。うん そして14歳でね芸妓になって「あ神内明けガラスのお吉」と言われるくらいとっても評判がいい素晴らしかったんだそうですね。でそれがタウンデント・ハリス1856年ですかなにこのタウンデント・ハリスが来て幕府がねそのハリスさんの身の回りの世話をするようにということで生かされるんですよ。 でそのお吉さんには鶴松さんという幼、ね、なじみの言い名づけがおったんですが、うんえー、それをもう断って行ってしまうんですねでその辺も歌詞には伺うフレーズがあると思いますので、ね、じっくり聴いてもらいたいと思います。それでは竜哲也さんの歌でお吉をお聴きくださいどうぞ。 お二人さんんどうですかこんな歌、はい、しっとりと聞かせてもらいましたやりきれない歌ですよね、はい、いやでその大吉さんがもてはやされていたのはその稽古をやってる時であってですねハリスの元に行ってからはでしばらくは良かったんだそうですねうんだけどね、えー、あのー、まあ半年ぐらいという本もあれば もっと長かったっていう本もあるんですけどねでこのハリスさんが今度は別の女にまた移るわけですよ、はい、それで、えー、結局そこをやめて、えー、鶴松さんと一緒になるわけにもいかず、うん、それからやけに焼けて大酒飲みになってしまって体壊してしまって、はい、それで一緒に芸行していたあ林さんという人お林さんというのがいるんですけどねそこに訪ねて行ってっ 元気でやってるというふうな話から始まってそこでしばらく話をしていってそこから立ち去っていくんですねでしばらくすると死体が上がったっていう大きな声が聞こえて行ってみたらそれがお吉さんだったんですね1891年といいますからね伊能沢川というところにまあ南をして死んでしまうんですねそして、えー、二戸ベイナという偉い博士 がおったんですけどねこの博士は日本のその女性の辛いおこしだって最初非常に興地さんを厳しく言っていたらしいんですね、うん、ところが実際にこのお吉さんの墓を訪ねてみてねびっくりしたんだそうですお国のためまあ歌詞にもありましたよねお国のためって言ったらもうどうしてい,いやと言えましょうって言って鶴松さんを っ,て行ったのにそのにそお墓がね土を持って大きな石をそこに載せただけのお墓だったんです。でその二度目博士は涙してねこれじゃあかわいそうだって言ってお金を送るんですよお金アメリカからお金をってね墓を建ててくれって言ってねこういう話があるんですね。はい、本当にこの 大吉さんんいのやりきれないんですよねあの本読んでみても歌を聴いても今の歌のようにね、えー、何ですかあなぜはやな「どうしてはやすんだラッシャメントな何で言うんだこな好んでになったわけじゃない」というフレーズがあったりねこういうふうなあれってまあ特にもうまあ僕はお先祖だからかもしれませんが。 このお吉に関する本も一般も読んだり今音楽聴いたりしてますけどねまあそんなこんなで皆さんに聴いてもらいたいと思って送りました、はいはい、さて今西さん CM、はいも行きましょうかお願、はいいしますはお願いします,、はいお願いします 火曜ダイヤル797「人に歌あり、歴史あり」今日はスタジオに素敵なレディーの方々お二人をお迎えしてお届けをしておりますさてへん、えー、なさんはい、はいえー、あんまりお話を伺わずに音楽ばっかり流してますごめんなさいねい <laughs> う全然勝手がわからないものです <laughs> もう急にね決まったので、はい、すいません私どうしていいかわからないさあカラオケ行ったりはやっぱりします その歌と大通りはどこで練習してるんですか練習はしないですしない練習す,<即> <laughs> するほどのものではなくしゅ即興でほとんどそうですね <いや S 2> カラオケは <laughs> あのお友達とは、はい、発散に行くぐらいで、はい、何かで練習で行くっていうことはないですまずはは自分のストレス発散で行くぐらいでうん ににどれくらいいやーそんなに行かないですよ。き行く時には結構行ったりしますけどでもカラオケボックスっていうよりちょっと、うんあのー、ステージのあるところとかで歌ってお客さんが歌ってる時にまたホールの,ので 踊ったりとかするのが好きです。<laughs> だけちょっとこじんまりしたカラオケボックスは少ないかもしれないです。ああ、お、広いところに行くんだ。そうですね。広いところでのびのびとするのが好きです。なるほど。うん、楽しく。<laughs> 行くと大体何時間ぐらいいますか。引 <laughs> かないでくださいよ。八、うん、<laughs> 時間ほどいますよ。よオールナイトで。<laughs> いますよはい。五十過ぎちゃう、元気の踊っております。<laughs> <laughs> それだけいると、お腹もすくでしょ そうですね歌って踊ってでもそれが多分消化になっててこういう体型だと思いますまだなるほどねスリムでねなかなかチャーミングなうんさて加山さん加山さんさっきカラオケの話してましたあまり行かないような話をしてましたがダンスとかダンスクラブなんかはどうですかああダンスもですね実は大好きなんですねほほうう あの30前後に初めてダンスクラブっていうところに友達に誘われて行ったんですけどいや私にはそんな場は似合わないわなんて思ってたんですがところが1日誘われて行ってちょっと我慢して座ってじっと座ってたんですけどで2回目に行った時には簡単なマンボとかルンバとかを先に踊らせてもらって。 でその後に、まあ、一つ一つ覚えていって、はい、あとはもう週に3回とか <laughs> 3>, <laughs> <laughs> 3時とか4時とかっていうのざらでしたね <laughs> <laughs> ああいう時もあったけどなって思うとねそこなんですよ、はい、<laughs> 日にちをまたいでね 頑張っていた頃はあったんですよね。はい、気がつけば、病みつきになっていたわけです。そうなんです <laughs> <laughs> ど。まあ、あのヨガとかね、ダンスは健康にもいいとまあ伺。そうですね、有酸素運動で、ね。はい。はい。ええー、もう今行くなんですか。時間がないんですか。余裕がないんですか。行く気力,気気力気がない。気力がないね。一 <laughs> にも二にもその気力が大事なんですよね。はい。 それじゃあ、ね、ここで三沢け美さんの「夜の雨」という歌を聴いて懐かしかった頃を思い出してもらいたいと思いますがこの「夜の雨」という歌はね戸口正信さんが作曲家のね、えー、生誕100年でしたかね女村で公演があったんですよでその時に三沢け美さんが来てるんですねでその宣言でしたからね入場料 ところ理想明美さんの賞というともうこれ3000円5000円ぐらいだと思ったんですが1000円で見れたんですよでいっぱいしてましてね当然いっぱいしてましたでその歌った歌の中で「シ、ま、ワ、あのブルース」はもちろんですけど、はい、えこんな歌があったのこんないい歌があったのって僕が感心した歌がこの「夜の雨」という歌なんですよ、はい、それ皆さんにぜひ聴いてもらいたいと思います。はい、今西さんお願いしましまょうどうどぞ はいえー、その長浜モーターさんの提供でお届けをしております火曜ダイヤル797「人に歌あり、歴史あり」もうあと5分しかあと4分しかありませんね,ね今日はお二方をお迎えしてお届けをしてまいりましたがどうですか今の「その夜の雨」という歌聞いていてどんな感じですかななさんどんどとも感じない <laughs> <laughs> 初めて聞く歌ですでしょごめんなさいね、うん、多分ね。ちょっとわからないですねいだと思うんですよすさあ最後にねおけいちゃんの女系図という歌がありますね今西さんねそれをちょっとお願いできますかなまあ、時間までお聞きいただきたいとい、うん、おつたちからの物語湯島の白梅わかりますよね、うん、この歌ですおけいちゃんが歌ってんですけどねさあお聴きいただきましょう 歌謡ダイヤル797人に歌ありできちゃり今日は加山さんと変なさんをスタジオにお招きをしてお届けをしてまいりましたお二方ありがとうございましたどうもありがとうございましたどうぞまたよろしかったら今度遊びに来てくださいね、はいはい、今度は生歌を歌ってもらいましょうかね <laughs> <laughs> はい皆さんありがとうございましたそれではまた来週ですご犬よろしゅうさよならさよなら